ヴァンパイアには2種類のタイプが存在する。一つは血を主食とするヴァンパイア。な、何見てるの？これちゃんとお店で買ったんだから。許可を得ないと人の家に入ることはできない。うん、家に招待しろ。いやだ。得意技は相手を洗脳することである。お店に行って、私に血液おやつ買って。甘えるな、自分でしろ。多分。そして二つ目はエネルギーヴァンパイア。それでね、この前ステイシーが私におすすめしてくれたのを思い出してね、あの香水って超いい感じだからその子に買っちゃいなよなんて言ったらさ。ねえ、ちゃんと聞いてる？ああ聞いてる。もうやだ、話す気なくなったからこの話終わり。ごめん、怒らないで。ああ謝るから許して。ちょっと疲れただけで。